日本放送協会 NHK の放送派、国内向け放送、NHK ラジオ NHK ラジオ第2放送 NHK ラジオ第2放送は、日本放送協会による、地上機関放送の一種別の中派放送で、国内放送でもある。NHK 教育テレビジョンと同様に教育番組、特に語学番組や学生向け講座番組を多く、放送している。交渉は、ラジオ第二。 または R2。NHK のラジオ放送は1925年3月に開始された時には一つだけだったが、1931年からこれを二つに分けた。スタート当初から講座番組など教育放送を主とした番組編成だったが、ラジオ第二放送の普及が東京、大阪、名古屋の三都市に止まったため、1939年に 都市放送と解消し、都市知識層向けのより高度な教養、講座番組や文芸、音楽番組に力を入れた編成に改められた。その後、1941年12月の太平洋、戦争改正により、都市放送は一時休止されたが、終戦後の1945年9月1日に再開した。学校放送や教養、文化番組などを主としながらも、 長時間の番組が柔軟に編成できることから1960年代末頃まではプロ野球や大相撲などのスポーツ中継も行われていた。また、クラシック音楽の演奏会も単発で録音中継され、FM 放送が普及するまではラジオ第一との連動で2波によるステレオ放送が立体音楽堂などの番組で実施されていた。教育テレビが 全国に普及するのと、相まって、次第に教育テレビのラジオ版という性格付けがなされ、現在に至っている。なお、1980年代前半くらいまでは、ラジオ農業学校、漁村の皆さんへ、など、戦前からの流れを組む、産業支援番組もあった。放送機器メンテナンス実施日は曜日に関係なく、連日、2009年度までと2017年度は24時。 2010年より2016年度、2018年度以後、現在は23時40分に終了する。1980年代の平日は5時30分からの放送で NHK 高校講座からスタートし、24時に君が世が流れた後に終了した。現在は6時から語学番組が始まるため、24時40分まで高校講座が組まれて終わる。語学番組、 高校講座と NHK 市民大学講座の流れを組む NHK カルチャーアワーを各に、それ以外の教養番組や委託業務である気象通報と株式市況、そして国内放送を統括する放送総局の委託により番組配給を受けている NHK ワールドラジオ日本の外国語ニュースを放送している。日曜を除く9時30分 -1100 の 時間帯には学校放送として小学生、中学生に向けた国語や音楽の教育番組や高校入試のための特別番組が組まれていたが近年の少子高齢化の影響を受けて現在は9時30分マイナス9、45のお話出て恋を除いてこれらの小中学校向け放送は終了となり9時45分以降の当該時間枠には一般向けの教養。 語学番組が当てられた。2008年以後、語学番組が再編され、それまで日曜日を除いて、毎日放送されていたものが月曜日く、金曜の週5回編成になった関係で、土曜日、日曜日では、その週に放送された番組の復習の意味でのまとめて、再放送が行われるようになった。2017年度に至っては、土曜日の日中は、ほぼ再放送である。また、 NHK ワールドラジオ日本の外国ニュースとは別に中国語、ハングルによる日本紹介番組も放送されるようになった。また、毎年12月31日から翌年1月3日の間は気象通報、外国語ニュース以外は通常編成のほぼ全ての番組を一切休止して年末年始特別編成を組んでいたが、2020年から2021年の 年末年始では特別編成が廃止された。学校の長期休校シーズンは一部の番組を除き、新規の番組制作を休止して、これまでに放送された番組の再構成、あるいは語学、教養番組ではおさらいシリーズを放送する。2008年から2016年までは毎年8月末に全国盲学校野球大会を通常放送終了後、 録音で放送していた。2008年9月2日未明は通常番組の終了後、全国盲学校野球大会決勝戦の録音中継を放送するため、深夜2時46分まで放送時間を延長した。例外的に高校野球の地方大会を放送することもある。2008年4月から2012年3月まで名古屋局を中心に愛知、岐阜、三重、 静岡県下の各局では早朝と深夜にポルトガル語の時間という番組を放送していた。過去には8時と20時の NHK ニュースがラジオ第一ではなくラジオ第二で放送されていた。将来的にラジオ第二が廃止され、AM は一波になることが示唆されており、2021年1月13日に2021年度から3カ年の経営計画が決定し、 2025年度を目途に現在の AM2 波から1派整理、削減する方向で検討を進めていることから2025年度に廃止されることが明らかになった。総務省国事機関放送普及計画に中波放送は、教会の放送については、総合放送及び教育放送各位系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。 と規定されており、この、教育放送がラジオ第2で、全国放送を基本とする。このため、国事機関放送用周波数使用計画に、親局たる東京以外は全部中継局と位置づけられているが、非常時等に備え時局放送できる仕組みを残してある。ただし、その場合でも、広域放送を基本とするため、ラジオ第1以上に整理、統配合が行われている。 ラジオ第2は全国共通編成を前提としているため、ラジオ第1のような県単に、検疫ブロックによるネットワークではなく、東京、札幌、秋田、熊本、大阪の5局で全国を網羅的にカバーし、それ以外の放送局、中継局がそれらを補完する特殊なネットワークを形成している。そのため、同一エリアにおいての送信出力が第1、放送より小さい。 もしくはその逆のケースがある。また、大阪第2放送のカバー下にある徳島と、熊本第2放送のカバー下にある佐賀には、それぞれ第1放送しかなく、第2放送が存在しない。このような体制になっている理由は、海外からの電波との渾身があるため、大災害が起きた場合、上記4局と大阪局の5局で全国に電波を届けるためといった理由がある。 ラジオ第2の中継局は、1972年に沖縄と同時に宮古島と石垣島に中波による中継局が設置され、2003年に同じく沖縄の西表島西部と与那国島に近隣諸国における中波渾身対策として FM 中継局が設置された。なお、2012年度には新たに長年ラジオ放送の 受信が困難とされていた小笠原諸島の父島、母島にラジオ第一放送、FM 放送と合わせて設置された。教育、教養番組ではないものの、気象庁の持ち込め原稿による番組、気象通報がラジオ第二放送で放送されている理由は蒸気のように一部局で5 0 0ットの大出力の電波を送信しているためである。現在は、 通信衛星受信設備を装備している船舶が増えたもののラジオ第2放送の同番組を利用している船舶もあり引き続き放送されている国内放送を担当する放送総局の依頼によって NHK ワールドラジオ日本の外国語ニュースが放送されている理由も大出力でありより遠くに電波するからであるがこれはあくまで国内放送であり 国内在留の外国人や日系人などを対象としたものである。ラジオ第2は全国共通編成であるため各局の ID 以外地域放送を一切実施しない。ただし北海道では送信場所を問わず札幌局から送り出されている。2011年9月1日からは NHK ネットラジオラジルラジルによってインターネット経由でも聴取が可能になり、 さらに2017年10月2日からは民放再マル配信サービスラジコでも一部地域において試験配信を実施していた。ただし、時報、緊急地震速報は配信されない。なお、ラジコの配信はラジオ第一と FM のみ2019年4月1日より正式サービスに切り替わったがラジオ第二の配信は見送られ3月29日をもって 配信を終了した。学校放送、幼児向け番組ラジオ第2では、震度6弱以上の地震及び津波注意報、津波警報発表時や緊急警報放送実施時に、他派との同時放送を行い、その後は、英語、朝鮮語、中国語、ポルトガル語の4言語で情報を提供する。同じ内容が、NHKG の副音声や、NHK ワールド TV、 NHK ワールドラジオ日本でパラレル送信される場合もある。これによって放送されなかった番組は後日スケジュールを調整して振り替え放送される。こういった場合、各番組の本編終了直前にも振り替え放送に関するお知らせを放送する。このほか緊急地震速報についても放送されることになっている。ただ、気象通報及び 株式市況は振り替え放送されない。気象通報は気象業務法により毎日の放送遂行が義務付けられており、全中の場合のみ中止が許されている。また、株式市況は BS1 の東京マーケット情報及びデータ放送で代替が可能なためである。実際例として以下のようなケースがある。ありがとうございます。